ジェットレースで水面を走る感覚、神田川から見える景色、風、匂い、私にとっては何にも変えることのできないものです。満腹黒丸ちゃんもかぐや様と一緒に走るこの神田川が好きなのだ。私の私の将来の夢はお母さんみたいなジェットレーサーになることです。将来の夢。お、かぐや様、どこへ行くのだ。そこ、どいてもらえるかしら。あ、ごめんなさい。この素人みたいな子がジェットレーサー、私には時間がないというのに、神田川で勝手なことを。毒だけじゃダメなのだ。今すぐここから立ち去るのだ。立ち去る？どうして？武蔵野女学館ジェットレース部が練習するからです。さあさあ、時間がもったいないのだ。早くどこかへ行くのだ。今からここはかぐや様と満腹黒丸ちゃんたちのものなのだ。そんな、海はみんなのものやけん独り占めなんてするかよ。ここは海じゃなくて川なのだ。川でもそうだよ。川だってみんなの。不満があるというのなら、川の使用権をかけて私たちと勝負すればいいことです。勝負って喧嘩？そんなわけないだろう。川で勝負と言ったら。もちろんジェットレースに決まってますわ。広い道幅ながらもゴール前以外は緩やかなカーブが切れ目なく続く神田川下流駅浅草橋。外周を走るこのコース、目を引く大きなランドマークや仲見世などが賑わいを見せる。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1。並木、お前本当に走れるのか。大丈夫大丈夫、どうにかなるって。満腹黒丸ちゃんたち、こんな素人みたいに来るわけがないのだ。黒丸、油断は禁物です。どんな相手も全力で挑むのだ。やめるのだ。当てる。色が下にあるのだ。
全力で行きます。ジェットレースってすごいね。何をのんきなこと。最後の1周集中しないと負ける。あ、これで最後だったんだ。よーし、頑張るぞ。かぐや様、相手は本当に素人だったのだ。どうにか見たことないかと思いました。神田川の上で走りなくても当然です。ですが、それも関係ありません。最後まで全力で行くのがドレスです。満腹黒丸ちゃんに任せるのだ。全力全開だよ。今のチャンス。これは驚きました。思っていた以上の成績。私に勝とうなんて無謀な考えです。私にとっては当然の結果です。まったく、練習相手にもなりませんわね。当然の結果なのだ。ああ、負けちゃったよ。当たり前だよ。初めて一緒に走ったんだし。さあ、分かったら行きなさい。せっかく神田川の使用権を取ったのに、あなたたちのせいでほとんど練習時間が残っていませんわ。え、それってつまり意地悪でどけって言ったんじゃないの？何を言ってるのだ。かぐや様は意地悪するような人じゃないのだ。そんな、私、はやとちりで。ごめんなさい。迷惑をかけて悪かった。それじゃ。お待ちなさい、葵美沙さん。そちらの方のお名前は？え、私は並木凛です。並木凛さん、もし悔しかったのなら強くなることね。その時はもう一度勝負して差し上げましょう。一般人に名前を聞くなんて珍しいのだ。いいや、黒丸、あの子の走りめちゃくちゃではあったけど、私の知らない走りでした。きっと強くなる、そんな気がします。でもその頃には。ごめんなさい。なのだ、かぐや様を悲しませるつもりは。いいのよ、黒丸。ジェットレースができなくなるのはあなたの責任じゃないのだから。なんか強なったみたいやで。
ジェットレースは国民的なスポーツだ。だがハイパワーなジェットマシンを操るために訓練は厳しく、事故や怪我とも隣り合わせだから、ジェットレーサーを志す生徒は少ない。それでもお父様は応援してくれていると思ったのに。武蔵野女学館は神田川杯をもってジェットレース部を解散し、新たにジェットレスキュー部を創設することになった。ジェットレースではなくレスキュー活動を重視した部活に変更するというのだ。私のお父様、武蔵野女学館の理事長が急にそんな方針を打ち出したのだ。お父様の考えが分かりません。どうしてこんな。かぐや様が理由を聞いても答えてくれないのだ。お父様は大変お忙しい人、最近はまともに会話もできていませんわ。話し合いができたとして理事長として学校で発表したということは、私が反対したところで無意味です。でも私はレースがしたい。なんとかしたいのだ。満腹黒丸ちゃんはかぐや様のお付きの者、忠実な忍びなのだ。でもかぐや様のお父上の言葉に逆らうことなどできないのだ。満腹黒丸ちゃんはどうすればいいのだ。ありがとう黒丸。確かに残りの時間は限られています。それでもやれることはあります。道場破りとはどういうことですの。ここから忍びというワードが聞こえたです。忍びとは忍者のことでござる。エミリーたち忍者を探しに来たでござるよ。忍者はどこでござるか。ふっふっふ、何を隠そう、忍びとはこの満腹黒丸ちゃんのことなのだ。アンビリーバボー、満腹黒丸と忍者だったのです。ジャパンで忍者と勝負するのが夢だったでござる。いざ尋常に勝負でござる。私たちの悩みも知らないで。とはいえ雲海サーファーズならば相手にとって不足なし。黒丸、四十院家に代々仕える忍びの力、彼女たちにとくと見せておやりなさい。アイアイさんなのだ。この吉祥寺井の頭を知り尽くしま公園、静寂を打ち破りジェットレーサーたちが激しいデッドヒートを繰り広げる。小さなカーブが連続するこのコース、ドリフトを細かく刻みながら引き離していくレース展開になりそう。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1、本物の忍者に会えるなんて感動でござる。試合が終わったらリレーします。
にしなさい。避けるでござる。どうしたのだ。強行でござる。いいよ。リスクなくしてお宝なし。今でござる。大丈夫ですか。私の走りを見せる。忍者だけあって速いでござる。でもいつ分身するでござるか。きっと忍者パワーを貯めてるで。あとですごい技が見られるです。おお、それは楽しみでござる。なんだかものすごい期待されている圧を感じるのだ。あの二人は強敵ですが、クロフル、相手の話は気にせず集中しなさい。いいよ。何あるのだ。全力で加速します。これは驚きました。思っていた以上の成績。トップでゴールです。私にとっては当然の結果です。四十院士と満腹士の連携プレイ、感服いたしたでござる。殿様に仕える忍者が見られて感激です。
故郷にリターンしたらグッドな自慢になるね。殿様感激自慢。ジェニー、四十院士はお姫様の方がふさわしいでござろう。おお、確かにその通りです。レース中の四十院殿のお姿は本当に素敵です。対戦相手でありながら見とれてしまいそうだったでござるよ。今日はサンキューです。とっても楽しいデュエルでしたよ。二人に勝てるようさらに特訓するでござる。ではでは、これにてごめん。ごきげんよう。こちらも得るものがある試合でした。バイバイなのだ。黒丸、レース部を存続させる方法を思いつきましたわ。なんとさすがはかぐや様なのだ。雲海サーファーズとの試合のおかげです。彼女たちの感謝してもしきれませんわね。どういうことなのだ。素晴らしいレースを見せることで世間を魅了すれば部を存続させようという声も出てくるはず。そうなればお父様の心も動くかもしれません。なるほどなのだ。私たちのレースを知ってもらうためには神田川杯で優勝することが一番です。やるのだ。かぐや様ならできるのだ。黒丸、あなたの力も必要です。ジェットレースは一人じゃできないのですから。わかったのだ。満腹黒丸ちゃんも頑張るのだ。やり遂げましょう。ジェットレース部を存続させるために。めっちゃええ感じやわ。黒丸、そのお菓子の山は何ですの？かぐや様、食べながら話すのはおよしなさい。ほら、お水ですわ。満腹黒丸ちゃんは特訓中なのだ。特訓？たくさん食べて強くなって神田川杯で優勝するのだ。なるほど。スポーツにとっては食事もトレーニングの一つと言います。立派な心意気ですね。やったのだ。かぐや様に褒められたのだ。ですが、そもそもあなたは普段から食べ過ぎです。え？トレーニングも限度を超えれば体には悪影響。黒丸、あなたに必要なのはダイエットですわ。なのだ。そんな満腹黒丸ちゃんがおデブで役立たずだったなんて。そこまでは言っていませんが。わかったのだ。かぐや様がそういうのなら絶対に痩せてみせるのだ。今日から何も口にしないのだ。それは極端すぎるのでは。だってリナちゃん聞いた？聞いた聞いた。ヘルズキッチン、冷やかしならよそへ行ってくださいまし。もうかぐやちゃんってば厳しすぎ。そうだよ、アイドルのティナたちがダイエットの極意を教えてあげようっていうのに。教えてほしいのだ。どうしたら痩せられるのだ。そんなの決まってるよ。
一番簡単なダイエット方法はジェットレースで勝負することだよ。秋葉原伝水街、基本操作をマスターしたジェットレーサーの応用編にはもってこい。カーブがバンクになっている箇所もあり、ジャンプ台もありと、シンプルなコースながらテクニックが磨けそうですね。私と黒丸の全力をお見せしましょう。3、2、1、スタート。レースで本当に寄せられるのだ。もちろんだよ。ついちゃんたちは嘘つかないか。気晴らしにレースがしたいだけではなくて、ゆっくり。そんなことないよ。まあ腹壊しの勉強にはなるかもしれない。満足するまでやめません。3、2、1、スタート。レースで本当に寄せられるのだ。もちろんだよ。ついちゃんたちは嘘つかないの。気晴らしにレースがしたいだけではなくて、そんなことないよ。まあ腹ごなしの面倒にはなるかもしれない。クラマル、走るからには勝ちに行きますわよ。全力で加速します。あと2周です。ティナちゃん、攻撃は任せたよ。ティナの番だよ。大丈夫ですか？まだまだ私の走りを見せる。かぐや様、お腹いっぱいで苦しいのだ。情けない。そんなことでは神田川杯で優勝などできませんわよ。かぐや様、ごめんなさいなのだ。最後まで頑張るのだ。ドレスって
面白いチームなんだね。ほんとほんと、ちょっと味方変わっちゃうかも。進むのだ。この速さについてこられますか？ゴールだ！これは驚きました。思っていた以上の成績。トップでゴールです。私にとっては当然の結果です。